白白彩香、22歳長男の誕生日プレゼントに感激、美男子な息子との2ショットに、スーパー遺伝子憧れます。兄弟未体験、宝塚歌劇団星組の白白彩香さんが、9月24日に INSTAGRAM を更新、22歳長男の中山かけかしさんから、バースデープレゼントをもらい、感激したことを伝えています。 9月27日に54歳の誕生日を迎えた白白さん。お誕生日おめでとう、いつもありがとうという感謝の言葉とともに、白いバラや霞草などの花束を受け取ったといい、息子と並んで花を抱えた2ショットを公開していました。白白さんは、嬉し泣きしている絵文字に添えて、へへつ、すごく嬉しかったなぁと喜び、いっぱいにコメントしたほか、 夫でタレントの中山秀幸さんからも著名アーティストのニコライバーグマンにずから手がけたという鉢花をもらったと報告。息子のものとは違う赤や、甲の鮮やかな色合いの花を目にして、ハッピーでラッキーな一日でした。感謝感謝と、二人のおかげで充実した誕生日を過ごせたとしていました。誕生日の報告を受けたファンからはお祝いの言葉が相次いだほか、優しいご長男の愛に癒されますね。長男さん。 お花のセンス素晴らしいと、母の誕生日にプレゼントを用意する息子の優しさ、にじんとしたという声や、スーパー遺伝子憧れます。兄弟みたい、お母様に卒くりびなんさんと、長男の母親譲りの美形ぶりに注目する声も見られました。1999年3月生まれの翔隆さんは、高校野球で投手として活躍し、2021年3月には大学を卒業、5月の母の日には、 カーネーションの鉢植えをプレゼントするなど、親孝行な側面を以前から見せています。